こんばんは。外れた。あ、お話し会。大阪。どうも。完売した。ありがとうございます。広島がね、結構空いてます。2日間。オンラインが1月の分がラストでした。ラスト。今回でラスト。最終受付。だよ。広島のリアル話し会はめっちゃ空いてます。よいしょ。ギフトのお礼を書きます。
推書。ちょっとね、2日間ね、なんだっけ、お礼ができなかったので、一昨日と昨日ですね、スーパーカブさん、お誕生日のお祝いありがとうございます。昨日です。これスー、涼しいってこと？ありがとうございます。雨降っとんかな。して昨日と一昨日釣りけんさんいらっしゃるかな。2days、 福岡 2days、 ありがとうね。いつもお仕事遅いイメージだ。また後で見せようかな。よし、前髪伸びちゃったな。そろそろ切るか。そろそろ切る。よいしょ、セルフで。こういう言葉。大丈夫。でも意外とちょうどいい。それかも。生写真撮影とかはね、このぐらいがちょうどいいんだよね。ゆったり。
ス会参加したい。あのね、キャラニスTU で検索してるとか、インスタのストーリーね、さっき載せたんだけど、ポチって押して、で申し込みはこちらを押して、でタブがあるんだけど、それで日付を選んで、で下にスクロールしたら高尾さやかって書いてあるのがあるから、それで数量を選んで、で申し込むみたいなやつ。もうね、複数回申し込み、複数回申し込みできるよ。10種類まで。かな。オンラインだったら一番近くて1月13と14の土曜土日で、下の方行ったらある。高尾さやか1時間目、2時間目、3時間目、1、2、3、4、5か。で、これで5とかにして、確認画面へ。あ、ログインしとかないかんか。アプリの準備、あ、確かにアプリの準備が必要だね。あれ、当日なんだろう、確認があるのかな、前日までに。ミートパスは最初に登録、最初に登録がいるけど、いいか。電波環境の良いところを確保する。そうだね、顔写真登録だって。顔写真登録、アプリはそれがあるの、オンラインは。もろもろ登録があるって、最初。でも、それ登録できればもうね、問題ないよね。最初良ければ。あれ、前髪が綺麗になった。急にこんなんやったっけ。顔写真登録ね、恥ずかしいよね。変更できないって。じゃあコンディションがいい時にさ、撮ったがいいね。あれ、今日私声低くない？なんかいつもより声低くない？ありがとう。なんだ、あ、声がちっちゃいからだ。いや、そうでもないか。え、今日はそう、全然喋ってない。ずっと喋らない人。
喋らない人。配信せんと喋らん日めっちゃありそう。いや分からん、いつもこんな声かも。声低い。声好き。ゆったりしてるからかな。ゆったり。確かに独り言は話すけど、最近どうだろうか。なんか独り言言わないとさ、脳が働かない時あるよね。いや分かる。予想以上に分かるって。えですよね。これってもしかしてテンテンテン。人間あるあるでいいんですかいに。声出したらさ、あのね、そう、頭が働いてね、ああそうだ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 ってなりだけ、なんかあれしとかなってやつも声に出しとったら忘れにくい。頭の中であれしとかなって思っとったら、あれなんだっけ、さっきなんか重要なことをしようと思っとったけど何やったっけな。思って最近声に出すようにしてるんだよね。そのなんかあれしとかなってやつとか、忘れ物しそうの時、そう声出し確認大事だね。やっぱね、声に出すか文字に起こさんと記憶できん。人間あるあるか。忘れんどこ。
近なんだろう、なんか記憶なしに行動してる時ある。なんか、あ、充電しとかなって思って充電しようとしたらもう充電してあって、あれ時あったんよ。怖くない？これやばい？ルーティーンやったんかな？一種の。びっくりした。あ、そうそう、充電しとかないかんのよねと思って、そしたらあれと思って、ないと思って見たら充電しとって、え、いつの間に。へえ、人格が増えた。後々人格って増えるっけ。いや、人格は一個やな。人格は絶対に一つよ。で、全ての行動は自分だから。まあそういうのがちょっと最近1日に1回になってきたらさすがにちょっと心配になるかも。いや、人格は一つやな。でもステージに立ってる時はちょっと違うかも。それはね、自覚ある。それは違いました。自分ではない。誰なんだ。いや、自分だけど、この今の自分じゃない。あ、オンとオフ、あ、オンオフなだけ。あ、じゃあちょっとオンとオフでした、すいません。自分でした。でも別なんだろう。そっか、スイッチのオンとオフか。そうだね、そうなのかな。そういう言い方ならはそうかもしれない。としたらステージ上でしかオンじゃない。あ、でもそっか、ステージ上と、あとあれだ、収録中も変わる。そうだね。
これがプロこれがプロ。そういうことか。撮影中はそこまで変えてないかも。撮影中はね、オフに近い自分かも。どっちかっていうと、一番のオンはステージだね。いい意味で記憶ない。一番のオフ配信一番のオフは配信だ。そうだよ。めっちゃオフでやらせてもらってます疲れないっていうか、無限にできるんだろうね。そういうことなんであろう。いい意味だよ。こうあろうってしてないからさ、こうであろうって、こうじゃなきゃダメだみたいな、ないから。え、そうですいいこと、いいこと。そう、なんだろう、日常化してるからね。その中で楽しめれたらいいなって思ってる感じですね。そう、配信のこと忘れることはないもんね。日常化してるね。
構何でも忘れがちですけど、まだ肩はつかないんだな。まだついてないんですよね。伸びた感覚はあります。なんかちょっと跳ねるようになってきてこんな跳ねたっけなっていう感じはある。わかんない、乾かし方の問題かな。そう、なんかこっち外鼻になってきたんですけど、そう、なんだろう、肩にまだ当たってないかな。あれ、伸びてるのか伸びてないのか。わからないな。でもね、ちょっと伸ばします。まず意外とね、肩つくぐらいとか肩よりちょっと長いとかの期間も今までそんななくて、それも試してみたいなって感じ。そうなんです。今んとこヘアアレンジはめちゃくちゃ楽しんでます。クリスマスコンサートの時はどうしようかな、髪迷うな。確かに3公演あるもんね。衣装によって決めよう。うん、3種類髪型変えるのね、好きなんですよ。見たかった？そっか、大阪、リアルお話し会の大阪、あれ ?1 月?1 月20。伸びてそうですね。結構もう肩ついてるかな。肩ついてるかな。分からん。ボブとも言えるし、いやそりゃボブとは言えんって感じかもしれん。アーシャまでには伸ばしたいんだよね。まだ先か。
でもこのぐらいの長さのアーシャもいいね。変わり映えがあって、今までちょっと変わり映えがなかったっていうね。確かそれも一理ありますね。そう、お話し会でもこのそう髪切ってからすごい可愛くなったね。可愛くなってかの方が好きですって方と好きですって方といやでもやっぱり自分はロング派かなって方と、まあいろいろいらっしゃいました。そんな感じ、そんな感じかなそうそうそう、最近あ どちらもいるんだなと思って、うん、なるほどと思ってどっちもいらっしゃって、まあそうだよね。一生ロングっていうのもあったよね。そういう世界線もあったね。よかったな、とりあえずでもよかった、切ってよかったなと思います。おもろい。おお。あー確かに、メンバー、ああメンバーの反響はめっちゃいいです何だろう、女の子とか結構みんな今の方がいいって、今んとこ結構100% ぐらいですね。あ、親友ちゃん、あ、親友ちゃん、なんか言ってたっけな。わかんない。ちょっと聞いてみたらどうだろうね。どうだろうね。髪切った件についてはなんか言われたっけな私。
まず何も言われてない気がする。髪切ってから会ってない。なんていうかね、いや髪切るっていうのはね、言っとったんよ。家族にも、髪切るわって言ったけど、それから会ってないから。どうやろう。こんばんは。そう、実家ね、帰ってないんですよ。福岡おったけど、まあ今日レッスンあったしね。こんばんは。なんかそう、切って洋服が似合う似合わん問題あったけど、なんかそこまで大丈夫だったかも。まあ多分もうちょっと、そうだね、肩についたくらいの方が似合うかもみたいな服はあるけど。そうそうそう、ちょっとそう、甘々系の服とかはね、そうそうそう、そうそうそう。え？今日終わるわ。なんか時間軸が本当わかんないな。漢字を買ったら読む。あ、生誕祭のね、お手紙ね、今日書きました。ゆっくり、
ゆっくり書いて、はい、あれなんだっけとはならなさそうですでも去年もそう話すことは決まってて、でも自分のこうその場のなんだろうね雰囲気とかって行ってみたかったんだよね、去年は去年で。そうそうそう、なんだろう、去年は去年でなんかこうそう雰囲気を感じながら、なんか感じだったね。買ってないかまだ。買った？56分ぐらい読む？あ、買った。イエイ。しんべえさん、スーパーカブさん、まいせんさん、せいやんさん、みつるんさん、こっぺさん、なんばのひさとさん、おうさむさん、にがっきは、学級委員さん、まささん、台湾のこうさん、いぬちゃん、あおいとりさん、かたむつりさん、ソウルメイトさん、フジポンさん、えんおうさん、D さん、鳥取太郎さん、ロックオンさん、トキワさん、メガバイトちゃん、キチネさん、ケンタロウちゃん、キムコさん、ホタテ様、ヤマトタケルさん、ミッドナイトシュガーさん、みかん屋さん、イナッチさん、ユウスケさん、ストンコさん、ケイさん、メミフィーさん、ありがとうございます。うん、1時間早いな。1時間ってこんな早いんだ。ね、そろそろ本題に移ろうかなと思ったら終わる。そう、あのね、写真集の話をしようかなって思ってたんですけどね。
そろ写真集についての話をしたいなって思ってて、まあまたゆっくりできるときに。でもね、結構明日もゆっくりできそうなので、明日にしようかな。そうなんや。そうね、発売されて1ヶ月経ちそうだね。なんで、そう、今日誕生日だった。え、今日ですか？猫のおかずさん、おめでとう。今日？おめでとうございます。あと1分で終わる。汗。では今日はありがとうございました。おやすみなさーい。おやすみなさーい。バイバーイ。おやすみ。ありがとう。バイバーイ。